ワイメア川左岸のエリザベス要塞やとエリザベス要塞、エリザベス要塞への石の階段エリザベス要塞、またはエリザベーティンスカヤ要塞は1816年にハワイ王国カウアイ島ワイメアにロシア帝国が当時の皇后エリザベータ・アレクセイエブナの名を付けて建設した要塞である。1815年カウアイ島のカウムアリー王はすでに カメハメハ大王へ強順を誓っていたのもかかわらず、ロシア帝国の国策会社である、ロベー会社のドイツ人、ゲオルク・アントン・シェファーに会ったとき、ロシア帝国のアレクサンドル一世の保護国になっても、イートの条約を認める。カウムアリー王は、シェファーへ、カウアイ島南西部のワイメアに要塞を作る許可を与え、アレクサンドル一世の皇后、エリザベータ・アレクセイ・エブナの名を取って、 エリザベス要塞と名付けられた。また、同時期にカウアイ島北部の花れにアレクサンダー要塞とバークレーデトリー要塞もロベー会社により作られている。1817年、エリザベス要塞はワイメア川の砂岸にワイメア湾を見下ろすように作られ、そこは1778年にジェームズ・クックが初めてハワイ諸島へ上陸した地点のワイメア川向かいであった。 要塞の全体はほぼ八角形の星型要塞で、縦91メートル、横140メートルで、ホルイは高さ6.1メートルであった。要塞の中にはロシア正教会があり、これはハワイで最初の正教会であった。しかし、シェファーにロシア皇帝の後ろ盾がないことがわかり、彼はカウアイ島を退去させられた。 王国の海軍を率いていたアレクサンダー・アダムスは1817年10月、少し前にエリザベス要塞を占領して、ロシア国旗をハワイ王国国旗に変えている。1824年にカウムアリー王の息子のフメフメ王がこの要塞を襲って反乱を企てるが、逆にそこで捕らえられてしまう。要塞は1853年に使用中よされている。その後、 1860年代にエリザベス要塞にあった銃、大砲なども取り外されて要塞は完全に廃棄された。現在、この要塞跡はロシアのエリザベス要塞としてアメリカ合衆国国定歴史建造物になっていて、周りはハワイ州立歴史公園になっている。簡単な案内書があり、資料をもらい自分で公園内を回ることができる。 要塞の設立200周年を記念して、エリザベス要塞フォーラム2017が、海愛島マリオットホテルで2017年11月11から13日にで、開催された。二つのセッションと、円卓議論が行われ、エリザベス要塞への訪問も行われた。カウムアリー王の像を設立、ビジターセンターを建てるプロジェクトも発表された。米国内からの出席者だけでなく、 ロシア連邦のモスクワから、ワシントン DC のロシア大使館からの代表も参加した。ロシア24テレビの取材も行われ、ニュースで放送された。カウアイ島の南西海岸を行く、ハワイ州立道5十号線で、ワイメアの街を過ぎて東へ向かい、ワイメア側を渡ったところの海岸にある。ありがとうございます。